ワリエワ選手のドーピング問題についての裁定に対し、和田世界アンチドーピング機構は失望しているとのコメントを発表しました。提訴をしていた和田世界アンチドーピング機構は、この裁定について受け入れるものの失望しているとのコメントを発表しました。未成年を含む養護者であっても、 暫定的な資格停止処分に例外はないとする和田の規定に反していると指摘しています。